はダメって言うやん。デモには参加しない方がいい。産経新聞、2024年3月25日、自由を脅かす国安条例の廃止を。新宿で在の日ホングコング人や日本人支援者がデモで訴え。気持ちはわかるけどね。記事によりますと、ホングコングで酸っぱい活動などを取り締まる国家安全条例が施行された23日、3月23日、在の日ホングコング人や日本人支援者ら約30人が東京の JR 新宿駅前で同条例の廃止を訴えるデモ活動を行った。同条例は、国家安全条例は、2020年に中の国の政府が導入し、ホングコングの表現や言論の自由を後退させた国家安全維持法を補完させる内容で、参加者はホングコングに自由をなどと通行人らに、ホングコングの現状への危機感を訴えた。自由がなくなってるので一般の日本国民は行ったらあかんで、当然デモにも参加しないっていうことだけ肝に銘じるべきです。国家安全条例は国家秘密の接収、国家反逆、扇動、海外組織によるホングコングへの干渉などの罪が規定され、怖いよ、ホングコングへの干渉などの罪が規定されてんねんから、デモとか参加したらあかんって、えらいことなんで。最高刑は終身刑。ホングコング域外での活動にも適用される。ホングコング域外って範囲の外やで。条文などの定義が曖昧で、当局の恣意的な運用の恐れもあり、ホングコングの人権状況の悪化の加速が懸念されている。この日はタイのワンやお米の国って書くところ、英語の A の字に国って書くところ、イギリス、カナダ、豪州でも同様のデモが合わせて実施されたという。日本に帰還した36歳の方はマスクやサングラスをつけずにマイクを持ってんって。我々の行動がホングコングの自由のための一歩になりたい。友達にホングコング旅行を、会社にはホングコングへの投資をやめるように言ってほしい。地域の議員にはホングコングの人を応援するように言ってほしいと訴えた。地域の議員って日本国民の税金で雇ってんねんから、他の国はどうでもええの。君子危うきに近寄らず。しかしホングコングへは行かん方がええって友達に忠告すべきや。それでも行こうとする人はほっといたらええねん。記事は一家割愛して、私ホングコング大好きやってんけど、最も恐ろしいところになってしもたんで行きたいとも思わない。ホングコングは中の国の特別行政区。ホングコングはイギリスの植民地やったんですけど、なぜかというか計画的にトムさん一党独裁の中の国に返還しました。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。社会統計の実にお偉い肩書きが立派すぎる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれるの？社会党ってなんなんって調べたくなったんです。その時の責任者の方が定年後にトムさんの党員として生きる宣言をした。トムさんは共産、社会党とトムさんの党ってもともと同じ組織やった。トムさんの党員として生きる宣言をしてんでって聞いて、だからあの時理不尽やったんやって納得してんけど、私は赤くて酸っぱい工作員みたいなお二人と仕事をしててんなってびっくりしてんけど、時は小泉政権か。小泉さんのこと大嫌いやってんけど、あの時振り返って小泉のおっさんでも自民でよかったんやって思って愕然としました。ホングコングの映画が結構好きで、 K の国のブーム作ろうとした。あの時にですね、 K の国生かされたこともあんねんけど、どうも好きになれんで、テレビでご利用ししだした頃にどっぷり好きやったわけじゃないねんけど、ホングコングの映画やタイのワンの映画ドラマを DVD で流すようになったんですね。広東語が聞き取られへんところが心地よかった。英語なんか鼻から聞き取られへんねんけど、中途半端になんかわかるやん。仕事しながらつけててちょうど心地よかったんが、中の国のホングコングやタイのワンの映画やって。谷城武志なんて素敵やん。ある現場で中の国の言葉を書かないといけない決対な仕事が舞い込みまして、チャイニーズライトっていうのを買ってきて、手書きで漢字を書けるようにしたんですね。そこが素人集団で、一刻も早く辞めたいなと思って半年かけてその現場を離れて、物理的にできへんようにするには海外に行った方がええなと思ってホングコングの企画を通した。返還後
一国二制度が50年続くっていう神話を私は信じてました。だからせっかく行くんやから一回ポッキリでなく何個か仕事できるようにしよう思ってんけど、どうもこもならんかってんけどね。ご両親がタイの湾出身の俳優さんが男前やったから中の国の言葉を放棄するつもりやってんけど、習いに行ったんですね。で、中の国の検索サイト100度って書くバイドゥで政治家やジャーナリストの名前を片っ端から入れて画像検索してて、次出馬しないって表明した地下2階さん中の国で出版してたり、なんでとか思いながら見ててんけど、いろいろ調べてると国家主席の習近平さん、その時は胡錦ちゃんやってんけど、習近平さんが田原の総一郎や朝日新聞の加藤の千尋とか招いてチヤフヤしてて、友さん一党独裁の国で活躍できんねやとか思って見てたんですね。結果的にですね、中野国の友さんの党はコミッテル国際共産党中野国支部、日本の友さんの党も中野国の友さんの党も同じ組織やったんですね。これをついついで書いたらコミッテルはもう消滅したって怒られてんけど、消滅したふりしてるだけであんねんって。コミッテルには指導団体があって、自由なおそうめん屋さんって言ってんねんけど、自由フリーおそうめんメイソン、有名な秘密結社やねんけど、この話を詳しくできへんはず。盛大なプロレスが行われてて、自由なおそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれないところがお米の国って書くところ、今現在天然地さんがやってるところ。この世の中にはあちらこちらに工作員ってほんまにいて、先人の書ではせっか工作員って明確にされててんけど、せっかっていうのは赤く化けるって書いて、思想を友さんの主義に変えていくことやねんけど、日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中、保守保守うるさい人たちはニューソート運動やってんのちゃうのって、ニューソートに焦点合わせると面白いようにニューソートに繋がっていってんけど、保守の代表格の方がクリスチャンサイエンスモニターっていう宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやったん。クリスチャンサイエンスが自由なおそうめん屋さんと共生関係にあってニューソートの基礎になった宗の教、クリスチャンサイエンスモニターが T1 教の会の世界の日報と提携していた。だからあの方は T1 教の会の新日クラブで活躍なさっててんな。あれ見つけてからこの人の話は聞かないって、15年ぐらい前から全く見てない。保守論客って T1 教の会や天理お幸せのメディアで活躍できる人たちやっか。私は相入れないんやろなって見ないことにしててんけど、ニューソートの牧師さんの書籍を10代後半で一生懸命読んでて、その書籍に出会ったことは良かったなって思うねんけど、30過ぎてからニューソートと翻訳家が恐ろしいことに気づいたんです。島津の光一さんっていう翻訳家が悪徳商法である催眠商法を考案した方で、詐欺師やね。それが社会問題となって日本にセミナーを定着させた、自己啓発セミナー、スピリチュアル意識高い系のセミナーに行かれてる方たちって資本の世界があかんものって教え込まれてるから厄介やなって見てたんですけど、私たち日本国民は資本と日米同盟があるからなんとかなってて楽しく暮らせてきたんよ。中の国はベトットナム、カンのボジアとかキュウリみたいな名前のところキューバとか悲惨そうやんか。赤くて酸っぱい勢力に乗っ取られたん、パクンチョされてしもったん。今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝っててって言ってる人たちは多分新しいエイジ君やと思うね。私スピリチュアルの勉強会に行ってきてって仕事関係者に言われたから行ってキーモーって帰ってきたんですね。ジョセフ・マーフィー先生のおっしゃってることになんか違うコーティングがされてる気がした。トイレ休憩から帰ってきてからスピリチュアルウォッチャーやったんですよ。キモいものとして観察してて、なんやねやろこれ、多分きっと高次元の存在と更新したりするやつやから新しいエイジ君やね。新しいエイジ君のあかんところは自分のことを神様やと思い込ませるところって書いてあるサイトがあってんけど、あなたは神、私も神、あの人も神だから何も言わせない。魂レベルを磨くために悪口言うたらあかんし、いろんな制限してんなと思っててんけど、人間の喜怒哀楽をこんな思ったらあかんとか引き寄せに悪いとか思うと身動き取られへんなって、引き寄せ難民になるんちゃうの。他人のことなんてどうでもええのよ。10代後半でジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用を一生懸命読んでて、転職した時にミラクルが起こりまくったんですね。会社員辞める時 B 課長っていうのに有給取るのを阻止されて、有給後辞めることにしたんやけど、店長いいって言いましたよって言ったら常上がりましてネチ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 言われたんで、好き言ってんけどリストの上で辞めたろうって決めて、会社を辞める資料を関西本部の同期の子に集めてもらって一式パンって渡したら、何が気に入らないんだよ、
夏まで働いてくれるって言っただろって言うねんけど、そんなん言った覚えないし、兄が気に入らへんて、お前や言うて指さしたの。2月の末で辞めてんけど、人事的に困るんやろし、課長の立場的に辛いのは分かっててんけど、こんなやつの下で働きたくないし、困った方が楽しいと思ってたの。悪態つけるぐらいがちょうどいいと私は思ってるんですね。魂レベル低いんやろな。巷のふわふわスピリチュアルってインチキチキチキにしか見えへんねん。人を許せないって悩むことないもん。許せないことやられたり言われたりしたら、それ以上のことをお返ししないと。もらいっぱなしは良くないし、仕返しを生きがいにすると、あの時おもろかったなーっていう思い出しかないもん。ニュースと恐ろしいねんけど、ジョセフ・マーフィー先生のおっしゃってることは正しいと思って調べたんよ。イエズス会のご家庭に生まれて、悪性の腫瘍にかかってもって、当時すごいってされてた潜在意識の活用をやったら、悪性の腫瘍が消えた、すげーってなって牧師として話してただけっぽいんですね。大体の成功者ってニュースとの教えに感銘して、根拠のない自信に包まれて出世していて、有名著名人になったら赤い勢力にパックンチョされるみたいやねんけど、一般の人たちは教会やセミナーに行かないで本だけに留めといたらええねんって思っておすすめしてんねんけど、クリスチャンサイエンスを作ったおばちゃん、3回結婚してて1回目のご主人が早くに亡くなられて、おそうめんの会員やったんですね。自由なおそうめん屋さんの。多分そこでおばちゃんに白羽の矢が当たったんや思うねんけど、おばちゃんは狐つきや霊能者じゃなかったから、収納機を作った時に当時すごい発明って言われた潜在意識の活用を取り入れた。そしたら信者さんがピャッと集まってきて、トップのおばちゃんがおそうめんにも入っていいわよって宣言なさったところから、強制関係にあるってビヨンドシークレットっていうザ・シークレットも怪しいもんやでに書いてあってんけど、まさかフィニアス・クインビーさんっていう潜在意識を発見した方、収納鏡に組み込まれるって思わへんかったやろんな。ちゃんとした学問として取り扱ってもらいたかったんちゃうの？知らんけど。ほしゅほしゅうるさい人たちは、自民の票を割らすことばっかりやってきたし、親日の外国人やったらええねんってうちらの世界に混ぜよう混ぜようとしてきた。他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなこと浮上させて、うちら日本国民に何とかしてあげないとって思わせようとしてきた。ホングコングの次はタイの湾で、次は日本やから一緒に立ち上がりましょうってやってんねんけど、知らんがなでええのよ。統一戦線工作やられてたら嫌やんか。同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作やってませんかとか思いながら、一切見ないことにしてたんですね。イギリスの植民地から、中の国の友さんにお返ししてんね。私たちが見せられてるものって、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇やねんから、資本と日米同盟だけ守ってりゃいいし、ホングコングのことは赤くて酸っぱい勢力に飲み込まれてんねんからしゃあない。頑張ってね、心から応援してますで見ておくだけがいいんですよ。